皆さん、こんにちは。カメラマンの加藤と申します。ヨーロッパのポルトガル、要注意です。クレカ使えない場面多すぎ。今時のヨーロッパでクレカ使えなくて、キャッシュオンリーってもう何度聞かされたことかって、もう本当に嫌になります。ポルトガルですね。まだ私、ポルトガルに来て2日目なんですけど、キャッシュオンリー、キャッシュオンリーって何度となく聞きました。もうびっくりですよ。いや、もう本当に他のヨーロッパの国だとですね、まあ、特にイギリスなんかだと、一切現金使いません。今回も、しかも別にロンドンとかじゃなくて、スコットランドにいて、路線バスとかも、もうクレカでタッチ決済できますし、ロンドンなんかはですね、もう、なんていうの、もう、地下鉄にもう直接改札クレカ決済でできる、もうイギリスはめちゃめちゃキャッシュレス進んでます。それからドイツも、チップ制のコイン、有料トイレぐらいが現金で、あとは全部クレカで行けましたね。で、去年1年前にスペインに行きましたけれども、スペインでもそんなにキャッシュオンリーって言われることがあんまりなかった気がするんですけど、もうね、ポルトガル多すぎ、クレカ使えないの。本当に、いや、そんなユーロの現金なんて持ってきてないっすよ。ふざけんなよっていう話なわけですよ。つうか、もう皆さんね、昔と違って、両替所がそこら中にあるような観光地なんて今ないんですよ。もうキャッシュレスが進んでて。で、しかも、めちゃめちゃ現金で両替すると、レートめちゃめちゃ悪いです。通常のそのニュースになってるレートよりも、10円とか20円とか、もう、ぼったくりレートみたいになってるんですよ。もうそれが普通っていう感じなんですよね。で、ポルトガルですけれども、まあ、初めリスボンじゃなくて、スペインから入ったので、そのエルバシュっていう場所、それからエボラという場所、まあ、いずれもまあ地方都市、まあ、でも世界遺産ですよ。世界遺産の観光地で、世界遺産の観光地でお城に入るのに、入場料がキャッシュオンリーって言われて、本当びっくりして、世界遺産の観光地でキャッシュオンリーなんて、その日本じゃないんだからバカなんですかって話で、ヨーロッパでカード使えないと本当ないっすよみたいな話とか、で、そのエボラという街、これも世界遺産なんですけれども、まあ、本当に高くてですね、普通の何気ないカフェが3ユーロとかするわけですよ。まあ、500円ぐらいするわけですよ。なんてことのないコーヒーが。まあ、日本で言ったら、ね、ドトールとかみたいなコーヒーが、ドトールよりまずいと思うんですけど、みたいなコーヒーが500円とかするしょうもないカフェとかで、当然クレジットカードだと思ったら、観光地の、世界遺産の観光地の中央の広場にある、その、いい値段取るカフェが、キャッシュオンリー、しかも、すっげえバカみたいな、キャッシュ自動精算機みたいなのが入ってるんですよ。なんていうの、自分でお金入れると釣りが出てくるみたいな。いや、そんな機械入れる金あったら、クレカ決済の、入れた方が安いでしょ、みたいな話なわけですよ。まあ、とはいえ、まあ、エルバシュもエボラも世界遺産であっても、まあ、地方都市だと。まあ、ポルトガルのリスボンはさすがにそんなことはあるまいと思ったらですね、まず地下鉄の切符買うのもキャッシュです。カード使えないの。バカなの。ってか、もう本当にイギリスとかは切符すら買わずにカードのタッチ決済で改札入れる、もうそういう時代ですよ。ヨーロッパは。それが、まあ、でも切符買うにしろカードね、使えるって普通だと思うんですけど、切符買うのに現金しか、だからもう、現金ないっつうの、しかも2.6ユーロとか1.8ユーロとかさ、もうやめてくれよって、その点いくつみたいな話なわけですよ。で、これですね、写真に出ているのは、ポルトガル・リスボンの名物といえばケーブルカー。ね、もう観光客、もうこれ乗りたいみたいな、そのケーブルカーもですね、デカデカとキャッシュオンリーって書いてあるわけですよ。まあ、私はですね、リスボンカードという、そのトラムとか地下鉄とかケーブルカーが乗り放題の、チケットを買ったので、このキャッシュオンリーは免れましたけれども、
これだけ乗りたいって言って、4ユーロですよ。4×170 だから、7、28だから、いくつ？ 700 円とかですよ。それをキャッシュって払えって、もう本当にやめてくれっていう、まあ、ここはリスボンで、しかも、このタッチするところがあるわけですよ。これ、リスボンカードとか、そのカードをタッチ。でも、クレカはタッチできなくて、キャッシュオンリーっつって。で、しかも、これ、その超観光地なわけですよ。で、観光客ぐらいしか乗らないわけですよ。そんな4ユーロも地元の人が。だって、歩いたら5分ぐらいの坂道を、もう、ただ観光のためにレトロな、ケーブルカーがピョーッと走るだけで地元の人が4ユーロも払うわけないじゃないですか。だから完全に観光客向けなのにキャッシュオンリー。しかも運転手がですよ。運転手がバーってケーブルカー降りてきてそこで精算して、だからもうカード決済の方が楽でしょう、運転手さん。それをいちいちしかもさ、4ユーロにすればいいのに4.1ユーロとかにして、5ユーロ札渡されて0.9の釣りとか渡して、その度に遅れてるわけで、本当アホだな、みたいな。いや、でも本当、いや、だからポルトガルみたいな中途半端な国は結構、だからそういうふうに取り残されちゃってるんだな、っていうことで、いや、今年シンガポール、それからマレーシアに行きましたけど、もう本当、キャッシュ使わないです。もうほとんどカードできます。さすがにベトナムあたりはキャッシュ要求されることもありましたけれども、マレーシアとかも全然いらなかったですね。しかも別にクアラルンプールじゃなくて、ペナンとかですね、あとマラッカとかですね、ちょっと外れの場所に行きましたけれども、全然使えません。もうほとんどクレカできます。だからもうアジアですらもうクレカなわけですよ。で、イギリス、ドイツももう全部クレカでほぼ行けましたし、何やってんだ、ポルトガル もう本当に切実で、一応そういうこともあろうかと、成田空港で1万円両替しましたけれども、すさまじいレートですよ。ニュースでやってるのは1ユーロ170円じゃないですか。だけど、その成田空港で日本円からユーロに両替するレートってもう180円とか、10円ぐらいスプレッドが上乗せされちゃって損するわけですよ。めちゃめちゃ高いレートになってる。だからもうそんなにやりたくないなということなわけですよ。だから本当に、だからもうキャッシュなんてやめてほしいんで、そもそももう、カード、本当にカード決済に慣れ、もうイギリスとか本当にもうカード1枚持っていれば財布もいらないし現金もいらないから、もうとりあえずカード持っていればピュッてもうどこでもできるわけですよ。で、イギリスなんかもう逆にキャッシュダメっていう店、キャッシュダメっていう店も出てきてます。それがポルトガルでキャッシュオンリー、キャッシュオンリーって言われて、もういちいち財布出さなくちゃいけないし、で、いちいち4.1、まあ、これね、僕はそのリスボンカードがあったからですけど、じゃあこれ4.1払えって言われて、4とまた0.1出すとか、そのコインとかも本当やめてくれっていう、本当にね、皆さん気をつけてください。ポルトガルはね、結構キャッシュを要求されます。で、当然、そのポルトガルで両替所なんてほとんど見かけないです。で、まして日本円からね、そのユーロ、もうすごくレート悪くなると思います。まあ、せめてなので、米ドルね、アメリカドル持ってくるとか、まあ、せいぜいイギリスポンドあたりじゃないと、日本円なんて本当に悪いし、下手したら帰ってくれないっていうことにもなりかねませんので、皆さん、ポルトガルの旅行の際はですね、まあ、もちろんある程度はクレカ使えますけれども、思った以上にキャッシュオンリーって言われるっていう、こんな国ないっす。スペインって1年前スペインって言われこうしたけど、ほとんどフレカのタッチ決済で行けましたね。ちっちゃな商店とかも。ぜひですね、ポルトガル旅行する際は、意外とキャッシュを要求されるということを覚えておいていただきたいなと思います。